はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。そうですね。今回は、雑談ですね。なので、試験対策とか、何かこう、ご研究とか、あと、そういったことでですね、の動画を、期待している方はですね、この動画は、ご覧にならない方が、時間の無駄だと思わないで済むと思います。何がね、自分のためになるかわからないから、とりあえず何でも見ておこうという、ための、というような発想がある方向けの、動画になるかなと思います。で、今日はですね、今週の心理学界隈っていうことで、今日は2022年の6月の3日、金曜日の今21時、頃なんですけれども、セカンダリーの、教室からですね、いつもの教室からですね、お送りをしております。今日は、うちのメンバーでもある、内間とちょっと今週の心理学、界隈、今週の心理学生活ですね。についてですね、ちょっと、話を10分ぐらいかな、10分、20分ぐらいしてみようかなと思います。何か皆さんもね、発想の種になればと、思います。発想とはモチベーションとかですよね。なんかこう、何かになれば、刺激になればいいかな。そんな感じですね。もう、内間が来たんで、入室を許可。はい、ということで、内間さんです。こんばんはでいいのかな？こんばんは。いいんじゃないの。昼間見る人もいるだろうけど、でもライブじゃないから。今週っていうのはね、なんとなくざっくりと今週でいいんですけど、6月3日なわけですけど、どうですか？今週の心理学生活。心理学生活。心理学にまつわる生活。でもそっか、もう金曜日か。今週は、先週通り。一緒？でも、今週なんか学会の締め切りとか多かったんじゃないかなっていう、業界の人だって。とか思いますけどね、皆さんお疲れ様ですっていう感じは。出された方とかは。なんか、もう普通の、いつもやってる業務、なんか非常勤先に行ったりとか。とかにプラス、なんか今週は心理学ワールドを読み漁ってそれた。はね、なんか自分の研究的にってことあ、そうそうそう。なの。なるほど。心理学、どうなの？心理学ワールド。なんかこう、あの、なんか、なんていうの、問題がない範囲で。どうなの？自分の研究について、心理学心ワ理ール学ワールドについてどう思ってんの？ド。どう思ってんの？アイスについてどう思ってんの？みたいな。心理学ワールドについての内間見解。あれが、いや、言うとどうぞ。そう、なんかさっきツイッターにも書いたんですけど、概要欄にリンク貼っておきます。概要欄にありがとう。内間の、弊社に内間ページがあるので、そこから辿っていただけると、さまざまな SNS に行けると思うんで。そうですね、インスタグラムとかね。さっきツイートしたんですけど、2010年から表紙が変わってて、今のやつに。今のやつに。なんかレイアウトがだいぶ変わってるんですよ。なんか2000、表紙のレイアウトがってこと？あ、そうそうそう。2010年の途中までは、なんか、気取った堅苦しい学者が読む本みたいな。ああ、そうなんだ。じゃあ学術史観が強かった。そうそう、すごかったんですけど、変わって今のやつになってからは、今のやつだけ見ると、それでもまだちょっと硬い？硬いっていうか、一般の人でも、すごい意識とか意欲のある人が手に取らないのかなって感じじゃないですか。
でも、確かに前のに比べたらめちゃくちゃ一般向けになったなって思って、ああ、ポップになった感があるってこと？ちょっとずつ変わったっていうよりも、一気にガラッと変わってたので、表紙が。おお、そのなんか界そ隈のこ、編集担当者とか編集委員の方の意向というかね、なんかそこにな、なんだろう、日清としての、なんか、変化みたいなのあったのかなってちょっと思ってる。ああ、心こう、理、一社般社会、会の、社会への学術団体からの社社会会への向きの、合い方みたいなのにちょっと変化あったのかなって思うぐらいめちゃくちゃ変なわってるます。でもそういうほのはすごいいいなって思って。ど。あ、そうなんですね。ああ、やっぱ全然日本を。思ってもない方向に、割と有益な話になったな。日本心理学会の社会との向き合い方みたいな感じですね。なんかや、なんだろう。日本を代表、日本をっていうか、日本の心理学を代表する学会なだけあるなっていう。その矜持というかね、プライドをね、感じるというか、役割を果たしている感じはしますよね。で、中の特集とかもやっぱどんどん変わっていくんですよね。今、新しくなるにつれて。で、どんどんその、なんだろう、構成、本の内容もポップになっていくので、いってるので、いってる、ポップになってきてるか、ので、多分また、またというか、もっと変わっていくんだろうなって、なんか、もっと盛り上げてもいいんじゃないかなみたいに思ってるところがあったんですけど。意外と頑張ってたっていう。昔と比べたら、もう全然他の、心理諸学会に比べて、もうやっぱ学校として引っ張っていってくれてるんだろうなっていうのは感じ。なるほどね。なんかその学術的なさ、見解とかをさ、崩さないでっていうかさ、まあ、学会だからさ、そこからやっぱりなんかね、はみ出るわけにいかないからさ、それをちゃんと学術的な見解を伝えるとか、それを正しく書くっていうことを守ったままポップにするっていうのは結構難しいことだよね、実はね。専門家がやっぱり専門性を発揮するのは、実は俺もこれもツイッターでこの前言ったような気がするけど、専門家が専門家の中で発揮するのは割とそのコミュニティの中においてはマジョリティだから簡単なんだけど、専門家が非専門家の中で専門性を発揮するってのは割と難しいんだよね。別にさ、こう、火事とかになってさ、消防士さんたちがさ、火事現場に行くっていうのはさ、そう求められてるからさ、普段の専門性を発揮していいんだけどさ、学者が一般の人の中に入ってってさ、僕たちのやってることを知ってくださいっていうのはさ、求められてない状態で専門性を発揮しなきゃいけないからさ、やっぱりこう、ね、簡単に気を引こうとして、ちょっと話を緩くしすぎたりとかさ、しちゃうんだろうけど、まあ、日清の心理学ワールドとかは、ちゃんとね、ちゃんと心理学の範疇にいながら、一般向けの話をしようとしてるってことだよね。そうですね。なんか高校生向けの、ああ、なんかウェブサイトで原やってるよ稿ね。とかウェも、ブに上がってるよね。最近って言っても、全然最近じゃないですけど、もう、割と最近、長い目で見た時の最近。なるほどね。なので、すぐにはやっぱ変わんないけど、ちょっとずつ。まあ、そうね。これ見てくださった方がなんでそんな話してるんだと思うかもしれないですけど、まあ、一応いろんな説明の仕方があって、弊社セカンダリーは心理学をもっと身近にがコンセプトだし、あと僕やっぱり公認心理師とかのそういう心理学の国家資格をこう作るための運動とかしててもやっぱり思ったんですけど、一般の方からの支持がないと、サポートがないと、とか一般の方から関心を持ってもらえないと、
難しいんですよね。いろんなことが。続けていくことも難しいし、求められてないことを続けるのも社会的な意義として変だし、でも自分たちがやってることって、実は皆さんにとっても、の生活にとっても役立つことですよっていうことぐらいは相手に伝わ、あの皆さんに伝わ、多くの人に伝わってないと、いや、お前たちなんか無駄なことやって、小難しいことやって、一体何なのって思われちゃうとね、なんていうのかな、あと裾野を広げていくためにはやっぱり関心がない人に関心を持ってもらわなきゃいけないので、心理学をもっとこう、盛り上げて心理学人口を増やしていくっていうことが、それこそこう一周は回らないんだけれども、そう心理学者が専門性を高めることにもつながるわけですよね。競争力がついて、で経済的な力もついていて。で、なんで、そういうことなんですよ。難しいことだけ考えればいいっていうのはね、なんかね、僕らは違うなと思ってるんですよね。そういう立場。難しいことだけ考えて、くださる方も、やっぱり日本の心理学のこう先端の部分の方々にはやっぱり必要なんでしょうけど、世界的な競争をしていただく方には、必要なんでしょうけど、それはなんかそういう一部のめちゃくちゃ優れてる方がやっていただければいいし、ただ僕ね、ちょっと思うのは、そういう方ってね、あんまりね、日本に関心ないと思うんだよね。そのエッジを走ってる人たちって別にたまたま今日本にいるとか日本国籍だっていうことだけで、もっといい研究環境あったら移っていくでしょってなるから、やっぱり日本の心理学盛り上げたいっていうのはね、やっぱりそれはそれで大事な、そういうふうに思える人たちがやるべきだと思って、僕は思えてるので、で、内山さんもなんかそんなこと考えてるっぽいんで、っていう会話ですよ、これは。に、はそい、どれかういうな。会話です。皆さん分かりますか？そういうことを考えてる人もいるということで、賛同してくださる方は、もうぜひ、この動画を拡散するとかしてください。最近、なんだっけ、社会を変えるみたいなテーマでしたよね、ちょうど。あ、そうなんだ。そうそう。今出て研る。究を社会に伝えるみたいなやつ？あ、そうだと思う。手元、96巻とかですかね。これだ、手元にある、ちょうど97巻ですね。社あ、会社が会が変わる、社変会をえる。変える。あ、それが一番新しいかもしれないね。でもじゃあ、そうそう。続いてんだね、そういうなんか、社会になんとかみたいな感じの。でも、あ、いや。96巻が今俺が言ったやつ、研究を社会に伝えるだったから、ああ、じゃあ。やっぱりこう社会に開けた感じにしていくっていう、って感じですね。この動画のタイトル、今週の心理学。そうだ、これだけですごい喋っちゃったんで、あとは学会の締め切り多かったとは僕は思いますね。今のは内間の今週の心理学活動の話です。そういう心理学の社会化みたいなね、学術の社会化ってすごい大事ですよね。これさ、喋り始めると永久に喋れるね。大学増やすとかもさ、よく考えたアカデミックのさ、こう社会科だったわけだけどさ、それうまくい、まあ、大学を増やして多くの人が大学に行くっていうふうになったってところは成功してるんだけどさ、実際に学術が社会に求められてるかっていうとさ、また微妙になんかちょっと違うしさ、これ学んでどうすんのみたいな突っ込みって学生さんからいくらでもあるしさ、それってやっぱりね、いや、その辺は言いたいことたくさんあるんで、ちょっと今週とかじゃなくて、またどっかでって思います。ありますけど、三叢神の締め切りがありましたね。出された方、お疲れ様でした。我々も出したんですけど、僕らはですね、僕らはじゃないか、僕はですね、なんかいろいろ、常にずっと、限界ギリギリ、ギリギリでやってるんで、いろんな手続きをの不備があったりとかしてですね、僕はよく学会発表とかちゃんとエントリーして原稿も出した後でなんか取り消されたりとかするんですよね。お金払うの忘れたりとか、なんか連絡がつかないとか言われたりとかして、いやもうメールとか埋もれちゃうんで、見れないんですよね、全部ね。なんかなので、ぜひ学会の担当者が頑張って
うちの電話番号とか調べればどっかあるから頑張って電話して、どうすんですかって、今日振り込んでくれないと抹消しますよ、いいんですかって先発、せっついてほしいなと思うんだけど、ある日突然発表取りを消しましたとか来ちゃうんで、あれな、なんかじゃ本当に出るかどうか分かんないですけど、まあ、三送信は一応エントリーをしました。うん、三送信出るつもりです。あと、今ちょっと往診考えてるんだけど、まあどうなるかなって、まあ、研究はしてるんですよ、もちろん。そうなんですよね。っていうのあるし、あれはどうなの？この話して終わりにしたいな。臨床心理士系がさ、臨床心理士系がっていうか、臨床心理士界隈がさ、ポイント問題でああだこうだ言ってるっていうのは知ってる？なんか見かけたりとかしてる？ツイートちょいちょい見ますよ。そういう系の。そういう系は、どうなの？これは。なんか言える範囲で。またやってんなとか、なんか つなんなんか、だ。またやってんなっていうと、なんだろ角が立つよね。ちょっとう。そう、すごい。言葉が広すぎますよね。すそんごなふうにい。思ってないですけど。私がやってる心理学と臨床は別だみたいな空気が出ちゃうんですけど、そういうことじゃなくて、決して。だって臨床っぽい活動ちゃんとしてるじゃん。まあ、そうですね。臨床的な活動も、的なというか、がっつり臨床活動もしてますよ。けど、皆さんよく騒ぐな。そうね。一人が騒ぐ。一人が声を上げると、みんな声上げるじゃないですか。まあ何でもそうですけど。なんか多分前々から思ってることだったと思うんですよね。一人が声を上げると、それに乗っかる人が多いっていうことは。まあそういうね、なら最初から、思ってる人が多かったってことだよね。こう言えばよかったのではみたいなところもあります。あれさ、なんか本質的にさ、僕難しいなと思ってて、その自己研鑽をさ、やっぱり続けてほしいっていうのが、やっぱりもともとさ、その資格を作った人にあってさ、自己研、まあ確かにさ、臨床心理の仕事っていうのはさ、自己研鑽がずっと必要でさ、大学院2年とかさ、まあ、例えば、まあ、行って、現場出てさ、まあ普通に臨床活動しててもさ、まあ、全然こう触れない、アセスメントは触れないし、触れない領域には触れないし、でも、クライアントさんはいろんな方が来るし、いろんなニーズがあるんだから、自己研鑽が必須だよねっていうのは、まあ、当たり前じゃないですか。そこに、いや、必要ないんだっていう人は多分いないと思うんですよね。で、自己研鑽をいかにしてもらうんだっていうことを考えた結果、更新制っていう資格の形にして、で、更新するかしないかの判断、運営側がっていうか、その、が、研鑽、この人は研鑽してるのかしてないのかっていうのがさ、どうやって判断すればいいのかって問題になるじゃん。そういう時にさ、こう研修会とかに出てもらって、ポイントがいくつ貯まった人には、こう更新するよみたいなさ、制度になったっていうさ、ことなんだと思う。だよね、もともとの発想を雑に言うと、のその骨子っていうかさ、要諦を述べると多分そういう感じになるんだと思うんだけど、って感じだね、それ以上。でもさ、そのポイントにならない自己研鑽なんていくらでもしてるよって思うさ方も全然いらっしゃると思うしさ、まあでも資格は維持してた方がいいから、はいはいって感じでやってる人もいると思うんだけど、オンラインだから安い方がいいとか、対面だから高い方がいいっていうのはちょっと僕はよくわからないかなとは思いますけどね。オンラインで安く叩かれちゃうと、オンラインでやる側だと辛いよねとかなりますよねとか、そっち側も僕考えちゃうんだよね。組織を維持する側のさ、理屈っていうのもあるわけじゃん。でさ、ああやってさ、資格をね、維持するって大変だよっていう、
しな、ましてや公認心理師っていう国家資格もできちゃったしさ、うん、まあ対面かオンラインかに関して言うのであれば、うん、対面であろうとオンラインであろうと受ける内容一緒だじゃないですか。まあ一緒だとする、うん、した時ですよ、うん、同じ内容の研修を対面で受ける人と、うん、オンラインで受ける人で分ける、うん、なんかチケットの料金違うんだよ、うん、とするならば、だって同じ知識というか同じ経験、うん、その研修という価値は同じなので金額一緒で良くないって思っちゃう、うん、まあ、そういう論理がね、あ、成り立つよね、うん、で、金額安くしろって言うとさ、ポイントも半分とかにさ、なんかさ、なっちゃわないとかって思うわけ。なんか、その、なんでオンラインだと安くしろって言うんだったらさ、金銭的な価値が下がるっていうことはさ、ポイントの価値も下がらんって思うんだよね。うん。うん、なんていうの、うん、コストかかってないんだから安くしろとかさ、うん、なんかそれはなんか僕と違うよなって思うんだよね。なんか、うん、それってさ、そういうサポートとしたらね、とかの話じゃないじゃないですか、研修って、うん、なんかこう例えばアーティストのライブとかだったら生で見た方が得、うん、得というか、うん、プレミア感があるから、うん、対面の方が高いとか、うん、まあ、なんとなく分かりますよ、うん、ああ、ライブならね、アーティストのライブ。そういう発想とかから来てるのかな。でもまあ違うからね。多分そうだと思いますよ。結局オンラインだと、まあそんなに手間かかんない。手間っていうかまあ、そうですね、なんか会場費とかスタッフとかまあ人件費とかそんなかからないから、うん、オンラインだと安いでしょ、うん、っていうことをこっち側も知っちゃってるから、みたいな。でも準備する資料は一緒なので、うん、その空気感分かんない中で喋るのってさ、人によってはそっちの方が大変っていうこともありますからね。だって相手の反応見えなかったりするしさ、カメラオフにしてみたりとかする。その研修がどういうスタイルかとか分かんないからね、カメラオフがたくさんいる中で喋るのめちゃくちゃ大変だからね。画面に向かって独り言しててさ、うん、対面だとさ、みんなうなずいてくれたりとかするからさ、とか突っ込めたりさ、その受講者をいじったりとかできるけどさ、空気感わかんない中でやるのってすごい、それはそれで別の大変さある気もしますけどね、とか言ったら、多分こういう話にね、全くその界隈の人たちから求められてないんだろうなって思いますけどね。はい、幼い先生、この話で終わりたいって言ったんですけど、あの、今思い出したことあって、一個いいですか？いいです。そう、あの、まあ、心理、うん、心理学に限った話じゃないんですけど、うん、なんか今、ツイッターっていうかネットか、うん、で、とある大学の教授、うんうん、まあ、大学の教授が、あの、学部の授業の中で、うん、ニコ動形式をっていうのは、うん、わかりますか？コメント流すみたいな感じ、ね。あ、そう。リアルタイムでコメント募集するみたいな。そう、うん。っていうのがあって、で、それをすることで、あの、気軽に質問しやすくなるとか。あー、それね。そう、学生が名前を言うべきか言わないかべきみたいなやつでしょ？ん？あの、名前をちゃんと、うん、なんか、あれでしょ？なんかこう、匿名で、質問できるか、できる方がいいんだ、もしくは良くないんだ、論みたいなやつでしょ？のやつ、はいはい、やつ、うん、みんな、あれ、そういう話じゃなくて。あ、そうか。そう、まあ、多分それも出てくると思うんですけど、うん、あの、いや、シンプルに、その授業スタイルとして、うん、なんか、プロジェクターとか使うじゃないですか、うんうん、大学の講義で。で、その時に、うん、あの、まあ、先生のパソコンの画面上とか、まあ、要するにプロジェクターにそのコメントがリアルタイムでわーって流れてくるから、学生がまともに授業を聞く、うん、
なんかすごい授業が大学の授業が楽しくなるっていう効果とか反応があったらしくて、学生たちから。なんかいいなって思う。なんかたったそれだけじゃないですか、言ってしまえば。でもそれさ、コメント拾ってたら喋りにくくなるけどね。まあ、広くどうかわかんないですけど。見てたらさ、多分喋ってる時でさ、頭の中でさ、こう、整理しながら喋ってるからさ、台本読んでる系の教員は違うかもしれないけど、でも台本読んでる系の教員はコメントなんかますます拾えないけどね。でも考え、学生の顔色を見たりとかしながら喋ってると、なんか自分の求めてないタイミングでこういろいろ差し込まれると、何、ない、俺今何言ってたっけって、なりますよね。で、僕はさ、俺今何言ってたっけって言うとさ、前の方に言うさ、学生が、なんとかなんとかって言ってくれるからさ、喋れますけど、こういうキャラクターじゃない人はさ、マジでさ、フリーズすると思うんだよね。なんか流れてきた。あ、そういうふうに捉えられてるの？あ、それ答えなきゃ誤解されてるね。あれ、違う、コメントも飛んできた。どうしようみたいなさ、コメントさばく能力っていうのはさ、あっそて。ういう教員は多分、台本読む系だと思います。そういう、ちょっと、わからない。内間さんが喋ってることに今、横やりをさせてるんだけど、なんか、いや、横やりさせてるっていうか、批判をしたいわけじゃなくて、コメントさばく能力も、実はさ、必要になっちゃうよね。そういう、やつだと。僕もコメントさ、拾うけどさ、リアルタイムコメントは拾わないもんね。コメントって言って、たくさん回ってきてさ、一気にさ、一気に返すからさ、喋ってる時にいろいろ言われたらさ、後で書いて。とは思いますけどね。受ける側としてはそう思うかもしれないけど、でも教員が何言ってるか分かんなくなるんじゃない？いや、なんかそのコメンレトス読んポンでる。スがあるのはいいなっていうのをシンプルに。ああ、そういうことね。あれだよね、ほら、ドワンゴがやってるさ、ドワンゴが高校やってるドワンゴって、ニコニコ運営してる、まあ、ほぼ、今、角川さんと一緒になってるのかな、資本的には、ちょっと分かんないですけど、とかがやってる高校とかは、やっぱりこう、普通にニコ動のプラットフォーム使ってて、なんかこう、すごくわかるとこはわかるわ、みたいなやつがこう、わーってこう、まあ、ここわかりやすいみたいな感じが、普通に、N 校は N 校、ドワンゴやってる N 校とかは、普通にそうやってやってますよね。でもリアルタイムで弾幕つけるってどうやってやっていいのかちょっとよくわかんないけどね。あ、ニコ生をやればいいのか、その前。はい、今日は、このままで授業をする。授業すればいい。できるのかもしれないですよね。まあ全然、受ける側としてはそうかもしれないけど、スペースがゆっくりな授業だったら成り立つよね。論理展開早くて、どん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 次行っちゃうみたいな感じだとさ、コメントしてるうちにさ、話題がもう変わってっちゃうしさ、皆さんどう思いますかとか言って、ちょっと待とうとか言ってるんだったら、拾えるかなとは思いますけどね。でも今、そういう、まあ、その学生さん、そのなんかね、抵抗すごいあると思う、教員側から。そんなことも準備できないよとか、なんか今までと違うスキルが求められてるみたいな感じで。まあ、オーディエンスからの反応にどう対処すああ、るか。そう、学生をどう捉えるかだよね。学生側の要望に応えるのが教員なのか、教えるべきことを教えるのが教員なのか、学生間という要望ってさ、見えてないことが多いわけじゃん。わかる意味。なんていうの？学生側がさ、例えば自由度の意味なんてさ、知りたくないしさ、自由度っていうことすら知らないじゃん。でもそれはさ、で、こっちはさ、自由度ってのがあって、こういうことなんだよって求められてないことを喋ってさ、あ、そういうのあるんだってなってさ、あ、確かに推測統計の時が必要な概念だよねってなるじゃん。でもアーティストとかのさ、ライブとかってさ、求めて見に行ってるわけじゃん。で、新曲披露とかはもしかしたらさ、求めてない楽曲だったりするかもしれないけどさ、でもそれでも求めてる人のやってることじゃん。でも学校ってさ、求められてないことを喋ってさ、こういう見識を広げてもらわなきゃいけないっていう部分があるからさ、なんか求められてないことやんないとさ、教育じゃないんだよ、実はね。まあでも、
大半は、多くの学生は求めてないかもしれないけど、その中に一人二人求めてる学生がいるという確率にかけて喋るっていう。うん、だからそうそう、さっきの論理としては、ほら、学生側のオーディエンスの反応なんてどうでもいいっていうふうにならないと、あ、なるほど。そう、できないじゃん、うん、こっち側としては。あ、この話面白くなさそうだな、みたいなさ、うん、あの、ことにさ、こう、うん、に敏感な人っていうのは、なんか大学教育とかめちゃくちゃ難しいだろうなとか思いますよね。うん、だから知らないこと、うん、求めてないっていうか、知らないことを喋んなきゃいけないから、うん、で、なおかつそれで、面白いなって思わせなきゃいけないからさ、うん、だから多分真面目に聞いてくれる人のコメントとか、この話に分かんない、何のために必要なの、何のため、何なのこの話ってなって、最後の方に、ああそういうことかみたいな感じのコメントとか流れるとかあったら、お互いに利益あるのかなと思いますけどね、うん、みたいな気はするよね。求めてることだけ喋ってたらね、予備校とかどっちかっていうとそうだよね、受かる方法教えてくださいみたいな。ああ、そうです。うん、うん、そう、うん、そう、いや、そう、求められてないこと、うん、求められてないこと喋んないとさ、うん、なんかさ、臨床とかなんてまさにそうじゃない、あの、うん、うん、自分たちが気づいては気づいてもいないようなさ、さまざまな注意点がさ、こう臨床活動には潜んでいるわけだけどさ、だから想像もできてないようないろんな能力が求められてるわけだけどさ、そういうの言われてさ、なんでそんな必要ねえよとか思いながら聞いててさ、後で現場出てからさ、あ、聞いててよかったわみたいな話になるからさ、やっぱりさ、授業評価とかってさ、10年後とかの方に聞いた方が本当は良かったりするかもしれないしさ、うん、だからその評価に敏感であるっていうことは結構難しい問題だなと思ったりもするね。うん、そう、それこそ今日の朝とか、あの、まあ、非常勤先向かいながらちょっと思ってたんですけど、うん、その数日前の、うん、今日の一個前の出勤っていうか勤務、うん、の時に、まあ、そこの学校の、まあ、教員の先生に、その人常勤の先生なんですけど、常勤の先生に何の仕事してるんですかっていうふうに聞かれて、あの普段、うん、で、まあ、そのこういう仕事してますっていう話から、なんか学者っていうか研究者ってで論文を書く仕事で、うん、結構孤独な作業ですよねって言われたんですよ。その人全然私の非常勤先別に大学とかじゃなくてスクールカウンセラー的なやつなので、うん、その人別に大学教員とかじゃなくて本当にもう研究とかしたことがないっていう普通の教員の先生なんですけど、いわゆる小中高の先生なんですけど、うん、その先生に、なんか学者って求められ孤独な作業ですよねって、論文書くことってやる、うん、ああまあそうですねみたいな話をしたなっていうことを今日の朝思いながら出勤してたんですよ。うん、なんかちょっと時系列が追えなかったけど大体話分かった。なんかその話、その会話をしたなってことを思い出したときに、確かに、いや、孤独、研究することって孤独ではなって思って、でも何が孤独って、求められてないことを、ただ自分が正しいって思うてる、なんだろう、思ってるだけのこと、うん、でも誰にも求められてないこと、うんうん、をやり続けるっていうことが孤独なんだよなって思って。あ、面白い話だね。面白いですか？うん。それ多分さ、うん。若い研究者はみんな思ってることだよね。あ、みんなでもないな。若い研究者の中でもさ、研究室でやることが決まっててさ、君はなんとか研究チームねって言って配属されてさ、特にそれにさ、特に疑問を持たない人、まあ、持たないことが悪いことっていうことじゃないんですよ。納得できればいいわけだって、はい、君は統合失調症研究チームねってなって、はいってなってさ、やりますみたいな感じでさ、まあ本人も関心あってさ、とかあったらさ、持たないかもしれないけどさ、自分のテーマをさ、うん、やりなさいっていうタイプの研究室だとさ、
うん、自分で決めて自分で始めてさ、でそのまま自分の人生そのテーマに預けるみたいな感じになってさ、何やってんのかなみたいなさ。そうなんですよね。そう、しかも今日は心理学ワールドをまだちょっと読んでたので、その読んでる時に、とある先生の、とある記事の、一文に、僕が大学院生の頃は、もうとにかく、誰にも知られてないってことは、存在してないのと一緒だっていう強迫観念で研究をしてたっていう一言があったんですね。いや、これはしんどいやつだ と思って、でもそういうことだよなって思いましたね、なんか。やっぱりさ、研究者って自分語りすべきだよねって思うよね。そういうの見てさ、やっぱり若手はそうやって思うわけじゃん。あ、そう、そういう、そうだよなとかさ、それ違うなとか思うじゃん。研究業績とかさ、だけ見せられたりとかさ、研究成果だけさ、授業で聞かされてもさ、なんかそれなんか別に論文読めばわかるし、本読めばわかるしって話でさ、人生語ってくれた方がさ、若手研究者にとってはためになるよね。で、俺は思ってるんだよね。だから僕に対してさ、なんかこう、知識だけ喋れっていう人はさ、僕じゃなくて他のとこ行ってほしいなと思ってるんですよ。みんな一浪の練習の仕方、どういう練習をしてきたかとか、どういう苦難を乗り越えてきたかとか聞きたがりますよね、一浪レベル。と思うけどさ、あ、でも、あ、そうか、俺が一浪になれてないから、俺の個人的な経そういう験ことじゃない。は わかんない。俺、あのぐらい分かりやすい業績があれば、どうやってそうなったのか聞きたいのかもしれない。でも、研究者ってさ、やっぱりさ、研究者って研究者のためだけに研究しないから難しいよね。大学で講義しなきゃいけなくてさ、大学の講義聞いてる人って別に研究者になりたい人じゃなんなでい。さ、ね、その中のさ、5%より満たないわけでさ、なんかちょっとやっぱり大学に、アカデミズムのあり方ってちょっとなんかちょっと、なんかちょっと難しいですよね。研究者が本当に研究でお金稼いでるかって言ったら、大学教員として教員業で稼いでたりするわけです。まあそうだけど、まあそうだね。一浪は確かにそうかもしれないけど。いや、そうだから、そう、みんな一浪のことは人生観を語ってほしいっていうのに、なぜ学者の人生観はうるさいみたいな感じで言うんじゃない まあね、僕はめちゃくちゃすごいためになったよね。まあ、内間さんにはいつも言ってるよね。いろんな、まあいいや。あ、そういう生活してんだとか、そういう時短術を使ってるんだとかさ、そういう価値観で日々生きてるんだっていうのはさ、やっぱりすごい、そこからだよねとか思いますけどね。まあ、そんなわけで、そんな感じですか。皆さん、何の参考になるんですかね、この話は。まあ、わかそうんだなよね、そうだよねっていうふうに思いえる人にとっては、なんかこう、モチベーションになるんじゃないかな。あと、学会発表忙しかった、登録を忙しかった人は、あ、そう、俺も大変だった、私も大変だったと思ってくださったっていう感じですかね。ジャーナルはなんか届いたっけな、今週。特に届いてないかな。週は、特になかったかな、我々界隈は。わかんないよね。そんな感じですかね。なんだっけね。なんか、まあそんな感じでだらっと結構喋りましたということで。公募も落ち着いてきましたからね、ちょっと。ああ、そうなんだ。なるほどね。そんな感じですかね、そんな感じでした。じゃあ皆さん今週もお疲れ様でしたって言って、この動画が来週の頭とかに出てた意味がわかんないんですけど。そんな感じで、評判良かったら続けようかと思ってますし、出たい方いたら、出てくださっても構わないなって思っていたりも、します。まあ、いろんな情報をこの動画の概要欄に載せておきますので、あと、あれですね、内間は、化粧とかの、なんかあれ、メイクとか、いきなりし始めるのって、こう、結構、あれじゃないですか。心理的なハードル高いじゃないですか。僕も、友達にずっとジャージの人がいて、そのジャージの人が、ずっとジャージだったんですよ。でも、おしゃれしたいってなって、デニムを履くんだっていうふうに言って、でも、なんかずっと本当にジャージだったんですよ。
なんで本人もそのデニム履きたいんだけど、どうやったらどうしようみたいになってて、でもそうやって言えるんだったらまだいいじゃんって話だよね。メイク私もしたいな、でも私はいきなりメイクしていったらみんなどう思うのかな、なんかちょっと恥ずかしいなとか恥ずかしいとかいろんな心理的な抵抗あるなってなって、うーんってなったりする方への、なんかこう、アドバイザリーじゃないか、話を聞くみたいなことを個別でうちもやってたりするんで、あとはなんかこう、研究のなんか具体的な相談とかやっぱり担当僕になの方がいいと思うんですけど、その研究のアイディアの壁打ちってなんかさ、なんかこう、テニス、なんか壁打ちって言うじゃん。若い人に壁打ちって言ってもわかんないのかな。なんかこう、アイディアを出すときにさ、こう、一人でアイディアって出ないじゃん。人と喋ってうちに出るものじゃないですか。なんで、その壁打ち的にこう、ゆるゆると内間が、とか、いいんじゃないとか、よしわしの判断は、僕が聞いた方が多分いいんだと思うんですけど、いろいろ、こう、研究アイディアの、こう、出すにあたってのこう喋り相手みたいな感じですね。みたいなこと一緒も。にブレストをしましょうみたいな感じ。で、それが実際にうまくいくかうまくいかないかとか、どうやってやるのかとか、そういうことは多分僕の方を取ってもらった方がいいんですけど、そういう個別指導講座もうちは担当、してますんで、そういったことに関心がある方は、この概要欄から、見ていただければと、思います。お問い合わせとかいただければと思います。ということで、割と長く喋りました。そんな感じで、皆さん、来週も頑張って心理学生活をしましょう。じゃあ、お疲れ様でした。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリーをさないと。いつまでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。